この動画はネット上に数多く存在する禁断の言葉、検索してはいけない言葉、それを一つ検索し検証する動画である。はい、どうもこんにちは、もしくはこんばんは。 NGU ボーイズの主張でございます。さあやっていきましょうか。検索してはいけない言葉ワンサーチ。いやー、今思えばね、もう50超えてるんすね。まあ始めたのがね、あのアメイジングメガネストライキからパート1が始まって、まあね、まさか52まで来るとはね。いや、もうこの調子で100だろうが1000だろうがまあ頑張れるならもう目指したいですね。今回ですね、生き物関連ですね。まあ、危険度で言ったら、まあ、2あたりじゃなかったかな。しかもこのワードはちょっと新しく追加されたワードですね。ピュラチレンシスっていう、ワードでして、まあ、初めて聞く名前ですね。まあ、生き物の名前らしいんですけど、では早速調べていきましょう。飛んできたんすけど、なんか見出しからちょっと嫌な予感しかないんすけど、まあ一番上のねサイトを開いてみることにしましょう。ではポチッ、読んでいきますか。岩のような謎の海の生物ピュラチレンシス。ドロドロとした赤いグロテスクの中身に隠された謎が今ここに。嫌な予感しかしないんだけど。はあ、これ本物なんだね。本物なんかね。ちょっと今モザイクかかってると思うんですけど、これ本当にリアルの人間の、そのなんだろう、いや人間のっていうか、何かちょっとグロテスクな、この断面になってるんで、ちょっとモザイクかけてるんですけど、これホヤの一種。ちょっと下の説明文ちょっと読んでいきましょう。はい。海の生物は多種多様で、私たちがまだ知らないものがたくさん生息しています。このグロテスクな謎の生物もその一つであり、ピュラチレンシスと呼ばれて、南米チリのペルー、沿岸部に生息するホヤの一種とされている。だ、食することも可能であり、強い香りを持った肉質だが素晴らしい、美味しいらしい。いや、俺ホヤ食ったことないんだけどな。そんなに美味しいのか。強い香り、香りに、味に関しては要素のような感じと言われているが、実際にはピュラチレンシスに流れる血の成分にバナジウムに由来されていると言われて、またこの重金属バナジウムの、この量による健康被害が起こる可能性があると懸念されている。まあ、なんだ、食えるらしいんだけど、まあなんだろうね、ただ独特の香りがして、まあ食う人を選ぶみたいな感じなんですかね。最後にね、ですね、ちょっとこのピュラシレンチスだっけ、このワードに関してはね、これ以上の情報が出てこなかったんで、まあなんと言うんでしょうか、いらないと思うんですけど、ちょっとホヤに関してちょっとね追ってみようかと。どんな生物か。で、何まず概要だよね。餌を含む海水の入り口である入水口と出口である出水口を持っている。体に、体は皮膿と呼ばれる組織で覆われている。成長過程で変態する動物として知られ、幼生はオタマジャクシの
ん、お友達氏の携帯に示し誘水する、陽性は眼点平焦点平行点、うん、わかんねえ、背水神経、筋肉、脊髄などの組織を持つ脊腱か、これは、生態は海底の岩などに、固着し、植物の一種とさえ誤認させられるような外見を持つ。まあ確かになんか、なんだろうな、こうやってそんなひょこひょこ動き回るイメージは、まあ、ないですよね。生態は脊腱動物の特徴である、なこれ内柱、内中か、内中や、なんだこれは、なんとか列をはじめ、心臓、生殖器官、神経髄、消化器官などを持つ脊髄動物に、近くて生物学の研究材料として有用、まあ、実験とかになんか使われるってことか、ネズミみたいに、血液、過去血球中に、バナジウム、あ、さっき出てきましたね、バナジウムを高濃度に含む種類がある。あさり、もしかしてその中にあのさっき紹介したやつが含まれてるってことか。現在確認されている中では体内でセルロースを生成することのできる唯一の動物であって、これは遺伝子の水平伝なんとかを、うん、こうしていると考えられている。はあ、なんかまあすごい、まあすごい特徴がある生き物ですね。生物的特性、初期発生、ホヤの卵はモザイク卵として知られている。また初期発生中のこの玉を、破壊すると決まった運命の組織にしか分化しない。つまりいじっちゃったら何、一つの道、なんかたくさんある分岐の道から一つの道にしか行かないっていうこと。なんかへえ、なんだ、モデル生物として、ホヤの属する脊腱動物は、人を含む脊髄動物アモンが含まれており、遺伝子を操作した、ホヤを使えば脊髄動物が進化する過程の再現実験にも利用できる。すごいですね、ホヤはそん使い方がたくさんあると。なんだろう、書かれてることがなんか わけわかんなすぎて頭がパンクしそうなんですが、まあホヤはなんかこういった実験にも使われたりと、で食、まあ食に関しては独特の香りがあると、それはこのバナジウムっていうのが多く関わってると。食べれなくはないっていうことだよね、要は。あ、そうそう、思い出した、なんか沖縄、これやりすぎ工事で聞いたんですけど、沖縄になんかウルトラマンの顔に似たホヤがいるってね、聞いたことがありますね。まあ、今回ここまでにしておきますか。ホヤに、今回のね、ちょっとワードは、まあね、まだね、これはネタの、おっと。まあこれまだね、ネタとして受け取っていいと思うので、まあ、今回はモザイクをね、かけさせてもらったんですけど、ちょっとね、気になった人はちょっと調べてみるのいいんじゃないでしょうか。はい、今回ここまでです。ではね、次回の検索してはいけない言葉でまたお会いしましょう。ではバイバーイ。